皆さん、こんにちは。遠藤よしこです。なんかいつもと違う方法で、配信しているので、うまくできてるのかなと思って、ちょっとまだ、何にも始めてないんですけれども。ちょっと、うまく接続ができなくて、四苦八苦して、今もう15分経ってしまったんですけど、なので、ちょっと違う方法で接続を急遽しています。映ってますよと、コメントありがとうございます。声は聞こえてますかね？声聞こえますか？聞こえてますと、コメントもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっといつもと違う状態なので、なんか、これのマークもありがとうございます。はい。そんなわけで、今日、早速始めたいと思います。本当は早く始めようと思ったのに、なかなか入れなくて、あれでしたけど。とにかく今日は、この Everything Grows Rosy っていう、私は当初全然買おうと思っていなかったこのセットなんですけど、これを買ってしまったがために、ちょっとガンガン使おう計画で、今、ガンガン使っています。それで、その使い心地とか、そのポイントをちょっと、お伝えしようかなと思っています。そんで、この Everything is Rosy っていうのは、なんか、このお花のスタンプとかが入っていて、全然バラじゃないじゃないのよ、ローズィーって言ってるけど、みたいに思われるかもしれないんですけど、なんか、ローズィーっていうと、バラっぽいとか、そういう感じの意味もあるので、必ずしもバラじゃなくてもいいわけですね。なので、なんか、すべてがバラ色みたいな感じの意味の、セットになっています。ミニコレクションと言いつつ、結構盛りだくさん入っていて、全然ミニじゃないと私は思っているんですけど、スタンプと台、もう台ここの中に入れちゃいましたけど、スタンプと、あと台。で、ペーパーも、ペーパーも、ちょっとフォイルがかってるキラキラした感じの、このキラキラキランと、キラキランとなっている、フォイルがところどころ入っている綺麗なペーパーが、盛りだくさん入っています。これは48枚。普通の DSP ですよね。しかもそのスペシャル DSP みたいな感じになると思うんですけど、これが48枚入っています。手触りが普通のこういうフォイル式のペーパーで、今まで結構分厚かったと思うんですけど、結構柔らかいですね。普通の DSP と同じぐらいの、分厚さなので、あんまりこう、すごい分厚すぎずに、手触りがすごく良くて、気持ちがいいですね。私はかなり好きなタイプのペーパーです。それで、スタンプと台と、で、ペーパーと、なんか、このちょっとよくわからない、エンベリッシュメントがついてるんですけど、ちょっとこのくすんだやつをペロンと剥がして、キラキラしたやつを、むき出しにさせて、ペタペタ貼るというような感じのミラー、なんかエンベリッシュメントみたいな感じのものがあります。これはまだちょっと私まだ使っていないので、今後使っていく感じになると思うんですけれども、そうですね、うまく使えるか、ちょっと自信がないものの中の一つなんですけど、これが入っていて、あと、シマーペイントですね。これのローズ系。これもまだ使っていないので、やっと見えたので安心とコメントいただきました。そう、ちょっと今日はなんかうまく接続できなかったので、15分ぐらい時間が経ってしまいまして、ごめんなさい。遅れての開始です。なので、画面もちょっと広く、ちょっと余計なものまで見えちゃってるんですけど、うまく設定できなくて急いで設定したので。そんで、ローズゴールドのシマーペイントも入っています。これもまだ使っていないので、ちょっと使い心地がわからないんですが。そんで、リボンも普通のリボンの長さ、今までと同じようなリボンの長さのやつが、2つロールが入っています。なんかこのタイプのやつ、他にも出てますけど、こう、縁にキラキラっと入った綺麗なやつ、サテンな感じの、すごく綺麗なリボン。私はこれはすごい好みですね。で、メロンマンボウのちょっとシュワシュワシュワっとなってる感じのリボンが入ってます。あとは、そんなもん？あとは、こういった感じで、もうすでに印刷されたものを、
で、このペリペリっと剥がして、使うような感じのペーパー、これはちょっともうゴールド、ローズゴールドのフォイルが、のものなんですけど、それ以外に、ちょっと私も実は全部使い切ってしまったんですが、それ以外にこんな感じの、プレカットしたものが入っています。私はね、この、普通に印刷すでにされたものっていうのはあんまり好きじゃないんですよね。ちょっと、なんか紙の質が、まあ、あまり好きじゃないっていうか、まあ、スタンプできるんだったらもうこれあまりいらないんじゃない的な感じの気持ちが私の中ではあるので、まあ、なくていいかなと思ってるんですけど、まあ、あるからには使おうと思って、今回ちょっとペーパーシェアのご案内みたいなのを、カタログと一緒にお送りするので、このホッチキスを隠すために、ここで、グルードッツでペトッと止めて、なんとなく可愛いかなと思って、貼っつけて、送りつけちゃいます。はい。そんで、ちなみに、そう。どういうふうにつけているかというと、別に大したことではないんですが、グルードッツをポチッと、ここのホッチキスの上の方に私はつけてますね。下の方につけちゃうと、まあ、ページめくるときに、ちょっとめくりにくいかなと思って、ホッチキスの上側、ホッチキスの上側、向こう側につけて、ちょっとペトッと貼っつけてるっていうだけなんですよね。まあ、これを受け取った人は、これを、もうペリッと剥がして自分で好きなように使っていただいてもいいかなと思ってこんな風にしてます。ちょっとついてるだけで可愛いので、まあもちろんカード作りに使ってもいいと思うし、そうじゃなくて、こんな風になんかにペトッと、シールみたいな感覚で、使うといいんじゃないかなと思ってます。ちなみにこのペーパーシェアというのは、ほぼ全種類の DSP、新しいカタログに載っている DSP を、私と分けしましょうっていうような企画です。私のショップから今までお買い物したことのある方が、このペーパーシェアの対象になりますので、もし、これちょっと、どうしてもペーパーシェアで分けしたいっておっしゃるか、思っている方は、ちょっとお買い物ちょろっとしていただいて、で、お申し込みいただければと思います。はい。で、こっちの話に戻ると、こういうラベル的なやつとかは、私は、まあもちろんね、これにスタンプしてもいいと思うんですけど、スタンプだけじゃなくて、なんか住所の宛名とか書いても可愛いかなと思うので、そういうふうにも使おうかなと思っている代物です。スタンプ自体は、入っているものはそんなもんですね。はい。で、ベースのペーパーとか入っていなくて、ただ普通に素材が入っているだけということになるので、スタンプ、ブロックとか、インクとか、そういうものはご自分で用意していただく形になります。そんで今日はですね、実際に、ちょっと完成品を向こうに置いてしまったけれども、ちょっと、途中までやったやつ、これ、で、ちょっともうちょっとわらわらっとつけたようなやつを、実際に作ってみながら、この製品の説明をしていきたいと思います。はい。で、これ私、カタログと一緒に送るためのカードにしようと思っていて、っていうのはまだ出来上がっていないので、まだお送りしていないのですが、これをお送りする予定です。珍しく私は、ちょっと大量生産、同じものを何個も作っている。なかなかそういうことってしないんですけれども、今回は、ちょっと早く送ってしまおうと思っていて、ちょっと、なんか素材が、あった。そんで、思っていて、同じものをわーっと作ってます。これ、実は5月の7日に発売で昨日届いたので、昨日朝届いてガツ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 と作っています。そんで、どういうふうに作っているかというと、まずはこれパープルポージーという新しいインカラーのなんですけれども、これを、この何
何、金タイル、うん、もともと今出ている、やつですね。去年のホリデーカタログで初めて出てきたものなんですけれども、私はつい最近、先月ぐらいにリワードかなんかで、ゲットしたものです。すごいみんなが使ってたので、ちょっとなんとなく、ひねくれてというか、おじけづいて、ずっと買わなかったんですけど、継続販売になるということを知って、ちょっと私もゲットしてみたというものです。そんで、実際使ってみると、やっぱり素敵な感じですね。はい。それで、このパープルポージ、普段私は、A4 の4分の1をベースのカード、これ、4分の1のサイズ、まあ、A4 の半分を半分に折ったサイズをカードにしてますが、それに、まあ、1.5 センチ、それを、そこから引いた、マージンを取ってます。どういうことかというと、こういうふうに、こんなふうにしたときに、ここが 1.5 センチになるわけですね。なので、こういうふうにすると、マージン自体は、1.5 センチだから 7.25、本当 ?7.25 センチ、になるのかな？本当？まあいいや。感じの、マージンが取れるような感じの、そうですね、バランス。で、まあ大体決めちゃってます。めんどくさいので、なんかいろいろ考えるのがめんどくさいので、そういうふうに決めちゃってます。で、これを、まあまずエンボスしますね。で、エンボスするときに、このティンタイルの場合は、平行線がついているので、曲がるとすごく目立つんですよね。なので、そういう曲がると目立つって思ってすごい気持ち悪いと思う方は、もうあえて、斜めにしてしまうっていうのもあるんですけど、まあがっつりと斜めにしてしまうというのもありますが、ここのところに筋が入っているので、まあ、筋のところに合わせて入れるといいんじゃないかなと思っています。こっちの端っことかこっちの端っこにカツッと合わせてしまうと端っこの、端っこがちょっと端っこ感が出てしまうんですよね。なのでここの線に合わせるといいんじゃないかなと思います。それでもずれる方はちょっとマステで止めるといいと思うんですけれども、それで あ、ちょっとなんか私の携帯まで映っちゃった。はい。ちょっとなんとなく手、机が汚い感じなんですけど。そんで、この折り目を先に、折り目が先に入っていくような感じにやるので、まあ私はここにセットした状態で、この線に合わせて、で、そうするとまあ、なんかの弾みでずれずに済むという意味で、ここでやって、ヒューっとゆっくり締めて、あ、くしゃみが出そうですね。私、くしゃみが出そうですね。そんで、あ、くしゃみが出そうなんですよね、今ね。あ、失礼しました。はい。そんで、ぐり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 。本当は、こういう横向きじゃない方が、あ、くしゃみが、はい、失礼しました。ちょっと今後 何度か出ちゃいそうなんですけどね。はい。でこんな感じでエンボスできました。で、あともう一つは、あ、またくしゃみが出そう、やばいね、なんだろうね。そんでもう一つは、私このこの派手な紙を使ったんですけど、この紙の派手な紙、もう全部使ってしまったんですよ。送付用に使ってしまったので、違う紙を使いたいと思います。はい。どれにしようかな。まあ、実はこの派手な紙、私一番このペーパーの中では苦手とする柄なんですけど、苦手とするものを最後に残しておくと本当にずっと残っていってしまうので、なんとなく気合が入っているうちに苦手なペーパーを処理してしまおうということで、これを全部使ってしまいました。で、もう次に苦手なもの、まあ、これがね一番好きかもしれないですね。これも結構好きだし、まあ苦手じゃないけど、そうね、そうね、まあこれあたりにしときましょうか。もう、このピンクがちょっと
ピンクにおじけづいているというコメントをいただいたので、このおじけづきがちな、この、ギラギラピンクな感じのやつをちょっと今日使ってみたいと思います。ここの代わりにこれを使うっていうだけなので、基本的には、どのペーパーでも同じなんですけど、派手なペーパーに、ちょっと白系の、薄い色を合わせると、目が落ち着くと思うので、今回はそういう風な色のセレクションにしています。で、今回ね、私はたくさんこれを作ったので、なるべく歯切れを出したくなかったんですね。なので、ここと同じ幅で、まず切ってしまいます。これ9センチ。9センチで私は切りましたので、9センチでまずこれを切ってしまいますね。で、そんで、これを、歯切れを出したくないので、これ半分に切っちゃいます。3インチですね。これ6インチ ×6 インチのペーパーなので、3インチで半分に切ってしまいます。なので、ちょっとこれはね、違うんだけど、こんな感じで、こういう感じで、これを2枚ね、セットします。で、さらに、これも、ここ用に使ったわけですね。これもここを9センチで切ってしまいます。なのでこれで3つこのパターンが作れるような感じになります。これとこれ幅が違うんだけど、これはこんな感じでつけて、で、他のやつ、これはこっち側を下にして、こっち側を上にしたっていう感じなのね。ちなみにこれも半分に切っちゃいます。これは13.225 ぐらいで、本当 ?13.3 とか、そんな感じで、この長さを取っているので、それの半分なので、6.6 ぐらい ?6.6 ぐらいで。でも、そんなに、厳密にしなくても、あまり気にならないのでいいと思います。こんな感じで半分に切ってしまって、こういうふうにペタッと貼りましたね。なので、実際のところ、一つのパターンとしてはこんな感じでペトッペトッとやって、でもう一つのパターンとしては、このちょっと細長いやつがあるので、こんな感じで、この外側のマージンを優先的に貼り付けて、ここの間はちょっとスペースが空いちゃうんですけど、最終的にこの真ん中のやつで隠しちゃうので、多少スペースが空いちゃってても平気というような感じで、この1枚からこの3枚を作れるようにして、で、1つだけ、1枚だけ、ちょっとこれだけ余るんですね。これほぼ正方形になっていると思います。正方形ではないけど、正方形、ほぼ正方形ですね。なんか6センチ、6センチ、6.2 センチ、6.2 センチの正方形になっているので、正方形として使えると思います。こんな感じで、私はこういうふうに紙を切る感じにしました。それで、ペタッペタッと、これは普通に貼り付けてですね。貼り付けるところまでは、ちょっとこっちでやっちゃってて、まだ終わってない作業を今からするわけなんですけれども。んで、この、そこで Everything is Rosy の、台が登場します。この台で私がすごくいいなと思っているのが、この葉っぱの台が、とても美しいので、一番これがおすすめと言っていいと思います。このフォイルペーパー、私、フォイルペーパーを全部、まだ全部使ってないね。はい。1枚を残して全部、今回使い切りました。ここに、わっさーっとあるわけですね。このわっさーっとあるだけでもすごい美しくて、気持ちがいいんですけれども、これを、これからペタ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 、貼っていって、カタログと一緒に送付するために、カードを作っちゃうんですけれども、このフォイルペーパーの、今までフォイルペーパーって、なんか卵の皮みたいな感じの、なんか薄皮みたいなのがこっちに残ったりとかして、うまく切れないって思われた方も多いかと思うんですけれども、今回のやつは比較的、前のシャンパンっていう色よりかは、
その、私が映り込んでる。はい。私が映り込んでます。ここです。はい。そんで、なんだ？余計なことしたら何言ってたか忘れちゃった。あ、そんで、シャンパンのホイールペーパーよりかは、ちょっと使いやすいんじゃないかなとは思っていますが、少し、厚みとかもあったりとか、あと、このペーパーに傷がつきやすいので、私は、まず、これの幅に、切ってしまってから、大カットをしました。まあ、大体 2.5 センチぐらいがちょうど良かったので、2.5 センチぐらいにカットをして、で、切るんですけど、私がいつも普段、使用しているのは、マグネティックプラットフォームなので、マグネティックプラットフォームを使いますが、まあ、持っていない方は他のものでもいいと思います。で、私、昔ね、こういう長細いやつは、こういうふうに、ちょっとまた、位置を、いいよ、こういう長細い台の場合、こういうふうに入れると、こう、ビューンって、だんだんこう曲がってきちゃうので、あんまり良くないよ的なことを、ちょっと言ったことがあるんですが、で、こういうふうにやってガッチャンガッチャンってさっさと終わらせた方がいいですよって話をしたんですが、実際それをこれでやると、全然切れません。なので、なんかね、切り残しがいっぱいできちゃうんですよね。なので、まあ、横でやってる人も多いっぽいし、まあ、いっかってことで、最近はもう、縦にしちゃってもいいということに私の中ではしています。で、こういうふうに合わせて、で、切るんですが、結構、私何往復も今までしてたんですけど、これはまあ1往復行って帰るぐらいで結構ね、切れてしまいますね。こんな感じ、行って帰るってすると、大体切れてます。切れてますが、一応こう後ろ側を確認して切れてるなっていうのを、まあ、確認してからこれを取り外すといいんじゃないかなと思いますね。切れてなかったらもうそのままこのちょっと位置をずらしたりとか斜めにしたりとかこの同じところで切ってしまうと、ちょっと圧が同じようにかかってしまうので、ちょっとずらしたりとか端っこにしたりとかして、もう一回通したりすると確実に切れると思います。で、私としてはまずこんな感じで切り取って、で台ブラシっていうのがね一応あるんですけど。この台ブラシをこれで使うと結構このブラシのポチポチがこの紙についてしまって、紙自体を傷つけてしまうのでまあ自分しかわからないんですけど実際のところでもできれば紙をあまり傷つけたくないなと思って私はもう台ブラシを使わずにこれを取り除くようにしています。で、こっち側からピロンってこうやるよりも、付け根の方からちょっと見て少しずつ取っていくと、きれいに破れずに取れるかなっていうふうに思いますね。で、大体切れてくるんですけど、まあ、ひっついてるやつはこんな感じで手で丁寧に取り除いて、すればこんな感じで取ることができます。で、こっちについたやつを台ブラシでガガガガガッとやると、きれいに取れるかなと思うので、きれいに取れるかなで取れると思われるので、そういうふうにやっていただくといいのかなと思います。台ブラシ、これ自体はもう完売になっちゃってるんですかね。でも、似たようなやつが出て、この人に取り付けられるような感じのやつだったと思うんですけど、なんか似たようなやつが出るので、大丈夫です。で、まあ、ここに残った人たちっていうのは、こうやって、まあ、はたくとちょっとね、取れにくいんですよね。なので、
あ、まあ、こう、ちょっとこういうふうにウィーって曲げたりすると、あの、サクッと取れると思うので、そういうふうに、取っていただくといいんじゃないかなと思います。で、こっちの、あの、細かい葉っぱの方も、同じように、あの、カットして取ったりとかすると、いいんじゃないかなと思います。ちょっとした、まあ、コツというか、まあ、私が今回大量生産をしたときに気づいた点をちょっと言ってみました。はい。んで、よいしょ。よ。それで、ここから、ちょっと実際に貼り付けていきます。ここの中心のところにこれをね、貼り付けたんですよね。きれいに、まあ、カット。そうね、ちょっと待ってね。これは9センチでカットしているので、ここで9センチで、カットしちゃいますね。ちょっと葉っぱの細かいところだけ、ちょっと丁寧にハサミを入れようと思っていますが、いいよ。はい。んで、こんな感じで、やって、本当はなんかいらない紙を下に敷きたいんですけど、あのちょっとまたどっか行ってしまったので、はい、こんな感じで。で、私としてはどちらかというと白い面積をちょっと広く取りたいというか、なので、あのこっちの柄物の方をちょっと面積を狭くするような感じで、こっちのね、柄物の DSP を、あの面積を狭くするような感じでこれをくっつけています。なので必ずしも中心じゃなくて、あのちょっとこっちの面積を広くしたいなという感じでくっつけています。そんで、センチメントをね、こんな感じでスタンプをしたんですけど、これは今度新しいカタログから出るこの、この台ね、この台を使っています。この台の、まあ、この大きさを使ってるんですけれども、実際に、じゃあちょっと台カットをしようと思いますが、あ、ペーパーをこれちょっと用意してないんじゃないの、私。はい。なので、ペーパーをちょいと用意しますが、この台自体はカットした方にも、カットされたあの、歯切れの方にも、ステッチがつくのと、今までのステッチはね、ちょっとこう、あの横長のステッチだったんですけど、今回のこの、六角形のこの台はなんかステッチというよりポチポチポチってなんか針であのこう刺したようなというか感じのものになっています。あ、ちょっとなんかうちの犬猫がまた騒いでますけれども、はい、ちょっとちょいよ、ちょっと登場するかもしれませんね。あの、登場を楽しみにしてらっしゃる方もいると思うんですけれども。よいしょ。ちょっと登場してみる？よいしょ。はーい。はい、こんな感じです。ということで、ちょっと登場しといていただきながら、私はですね、これを、よいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。台カットした後にスタンプをしています。で、なぜかというと、なんかね、場所が見えづらいんですよね。このカットされるのがこれ真ん中なので、あのこのスタンプした後に、台カットすると、ちょっと位置が合わせにくかったので、私は、台カットした後にスタンプをしています。はい、スタンプ。あれ？これを片付けて。で、スタンプね、はい。スタンプが、これになりますが、あ、これですね。今回使用したスタンプは、Time to celebrate、よいしょ。Time to celebrate all the lovely things in life starting with you という長いセンチメントなんですけれども、スタンプアップのね、役を見たら、なんか、本当にそういう役なのって最初思ったんですけど、あ、
そうとも読めますねみたいな感じだったので、ちょっとなんかいろいろな解釈ができると思うんですが、なんかスタンディングアップの役では、あなたをはじめとして、なんか素晴らしい人生をお祝いする時だみたいな感じの内容なんですけど、まあ、なんか素晴らしいあなたをお祝いしましょうってざっくりと言うとそういう意味ですね。細かく言うとちょっとなんかすごい長くなってしまうので、ざっくり言うとそんな感じです。それで、ナイトオブネイビーでスタンプします。これはセンチメントのフォント自体も今までちょっとないフォントで、私はかなり好きなタイプですね。まあカチッと系だっていうせいがあるんですけど、バランスとか、あと文字の線の具合とか、そういうのも結構好きですね。はい。で、その他にも、おめでとう、コングラチュレーションとか、コングラチュレーションズとか、サンキュー、バースデー、あと、なんだ、ちょっとお見舞いみたいな感じのものもあるので、結構ね、使えると思いますね。こんな感じでスタンプをしています。で、ちょっとね、ここにリボンをちょいちょいってつけたんですよね。リボンのサンプルも送れるといいかなと思って。で、リボンのサンプル自体は、短くちょいちょいっと切って、こんな感じで切って、で、ここにピッと、テープのりを、で、で、ちょろっとこう、見せるような感じ。こんな風にやりました。で、ディメンショナルをペン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 って貼って、ここに貼ります。で、私はこのディメンショナルとか、ミニを使うのが結構好きなんですけど、ミニの方がね、まあ、安いというか、個数がいっぱいあるので、ミニを使うのが好きですね。で、こんな感じで、場所はまあ真ん中とかでもいいと思うんですけど、なんとなくちょっと下側に私はしています。なんで下側にしたかというと、なんとなく、上側にこのでっかい葉っぱを持ってこようかなと思って、でっかい葉っぱとちっちゃい葉っぱをこんな感じで持ってこようかなと思ったので、なんとなくバランス的に、そういうふうにしたくなったということですね。で、この葉っぱのふわっと感を私は出したいので、糊をつけるときは、まあ、全部にベタッとつけてしまわないですね。なんかまあ中心のところとか、あと付け根のところにちょいちょいちょいってこんな感じでつけて、で、まあ、ここの下あたりから出てるような感じで やりつつも、ここの上に少しかかるような感じで置いてみました。こんな感じね。で、ちょっと浮いちゃってる部分はそれはそれで良いという感じで、くっつけてます。で、これも、ここの中心の部分ぐらいで、糊をつけて。で、こんな感じで、ちょっとこの台からはみ出すところが浮いてる状態がいいかなと思って、こんな感じで完成としています。はい。どうですかね？で、私ちょっとインスタにもこの間書いたんですけれども、この、まあ、ピンク色におじけづいている方がいらっしゃって、今も見に来てくださってるんですが、こう、その、私自身もピンクした感じがやっぱりどうも、まあ、ちょっとお腹いっぱいになってしまうところがあったので、どうにかならないかなと思ったところ、まあ、全体の3分の1ぐらいにこういう派手な色を持っていく、持ってくる、
持ってきて、で、その他は白とか、ちょっと、まあ、ベーシックな色であったりとか、まあ、白系がやっぱりすっきりしますよね。あるいは、まあ、これの場合は、紺とか、そういう色を持ってきてもいいと思うんですけど、そういう、ちょっとニュートラルな色で、少し、こう、目を休めるようなスペースを作ってあげるといいんじゃないかなと思います。そんで、さらにね、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっと待ってね。捨て押しをするので、ちょっとノートのね、いらない紙が、なかったので、ちょっと、いらない紙を今、こんな感じで、ちょっとノートの変なところを使ってしまいますが、ちょっとなんか不安定ですね。こんな感じかな。はい。で、ここのね、中身にちょっと、葉っぱをスタンプをしようと思います。この葉っぱの、スタンプ、全体的に、すごく綺麗なんですけど、まあ、重ね押しができたりとか、あと、このね、ちっちゃいお花とかも結構可愛いですね。なので、DSP の中にも、このちっちゃいお花系があるんですけど、これね、こういうようなお花が、実際にスタンプの中にも入っているので、こういうので遊べたりとかもします。このお花、これを3つ重ねたり重ねなかったり、あとこれなんかめしべおしべとかね、そういうのを、重ねてお花にしたり、葉っぱ自体もこの人とこの人とか多分重ねたりとか、あ、この人とこの人かな。まあ、いろいろ重ねて遊べると。んで、この葉っぱ、この葉っぱに似たような、この葉っぱのスタンプ。これは美しいですね。ということで、ちょっと皆さんにお見せしようと思いますが、これをですね、結構ニュートラルの色でスタンプをすると、すごくいいんじゃないかなと思っておりまして、ちょっとインスタにも写真を載っけましたが、この中身のところ、グレーグラナイトでスタンプをしてみたいと思います。だんだん湿気も多くなってきたので、そういう季節になってきたので、だいぶインクがジューシーになってきている感がありますが、あ、ちょっとなんか下側が不安定なのでね、ちょっと変な風になっていますけど、そう、こういう横着はしちゃいけませんね。はい、どうしようかな。で、なんかね、こっちのインクとかで汚しちゃったりするんでね、気をつけましょう。はい、お、なんかコメントが入ってますね。お、目を休めるスペースを作る。なるほど、とコメントいただきました。ありがとうございます。そうなんですね。すごい横着しててダメですね。こういうのはいけませんね。はい。こんな。よ。はい。こんな感じで、ちょっとスタンプしてみたりとか、あとちょっと可愛い系の、この丸々っとした葉っぱとかもあったり、とこういう、この辺のスタンプもすごい美しくなると思います。なので、ちょっとニュートラル系で、まあ封筒だったりとか、そういうところにちょっとワンポイントで押したりなんかしてもいいと思います。ほんで、そのわけで、どうでしょう、このミニコレクション。ちょっとガッツ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 私これから作ると思いますけれども、インスタの方にとか、あとブログの方にも、作った作品どんどんアップしていきたいと思います。一応数量限定ということで、在庫限りということになっていますのでね。まあ、あんまりせかすつもりはないんですけど、これから新製品もいっぱい出てくるので、その新製品の一つで私の中ではちょっとおすすめなのはこれですね。これもインスタでちょっと写真をアップしてますけれども、ボタンのね、台なんだけど、このボタンを実際、台カットしてみたものをこんな感じで、このボタンだけじゃなくてね、これ、この人たちね、ポチってつけるやつ、この人たちが結構いいですね。で、あとクリップね、クリップ。こういうのも、いいんじゃないかなと思いますね。結構遊べると思いますね。
ボタン類すごい欲しかったので、これは結構いけてるなと思ってます。ただ今度まあちょっとスタンピンアップ自体の仕様が全体的に、ダイカットの仕様が変わるんですよね。そうした時にちょっと今までのシジックスが出していたものと、まあ質が若干変わってますね。何が変わっているかというと、あ、ちょっとこれだとわかんないな。何が変わっているかというと、あれ？さっき出してたのに。何が？なんだっけ？さっき出してたのに。ちょっと待って。ですね。まあ、いいか。なんか出しますかね。はい。すごい昔懐かしい。この台をちょっと出してみました。このリースの台なんですけど、これと新しいものとちょっと比べるとちょっとわかりますかね。この中側、ここの余白、切れるところの、この切れるところがすごいね、ギリギリになってるんですよね。それが、この新しい方の台だと、ちょっと余白が、切れるところの中側にも外側にも余白があったりとかします。で、これはまあ、その大カットするときに、今までだとギリギリのところがここだなって分かってたのが、ちょっと分かりにくくなるっていうのがあって、まあそういうのはあるんだけれども、まあでも、他の会社の製品とかもそういうのは多いので、まあちょっと許容範囲かなと思ってるんですけど、まあシジックス系じゃなくなって、そこは残念ポイントかなと思いますが、台自体はカットした感じはすごく可愛くカットできるので、まあ皆さんご検討のほどよろしくお願いします。はい。そんな感じかな？で、来週15日からはペーパーパンプキンみたいなのが出てくるらしいので、それは、なんか内容がよくわからない、お楽しみみたいなボックスで、キットなので、私は、ちょっとキットは買わないって心に決めているので、多分買わないと思うんですけど、まあ、3000円というお手頃な価格なので、初心者さんとか、バババーっていっぱい作りたいっていう方にはすごくお得な感じのセットなんじゃないかなと思ってます。ちなみにこのミニコレクションなんか1万いくらかするんですけど、まあ、お金に換算するとちょっとお得にはなってはいるので、いっぱい作る人には結構、まあ、一応お得、これも一応お得パックにはなっています。そんなわけでミニコレクションを中心に、ご紹介しました。今日はちょっとスタートが遅くなってしまいましたが、また来週も黙々木曜日やりたいと思います。そんなわけでまた来週、それではまた。